日本語能力試験、懲戒 N5 これから N5 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を あげてください。問題がよく見えないときも手をあげてください。いつでもいいです。問題1問題1でははじめに質問を聞いてください。それから 話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例 クラスで先生が話しています。学生は今日、うちでどこを勉強しますかでは、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですかいえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。 学生は今日、うちでどこを勉強しますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから。答えは このように書きます。では、始めます。1番。1> 靴下の店で、女の人と店の人が話しています。女の人は、どの靴下を買いますか子供の靴下、 ありますかはい。長いのですか短いのですか長いのです。はい。果物の絵と動物の絵があります。どちらがいいですかそうですね。動物のをください。女の人は どの靴下を買いますか 2>, 2番病院で医者と女の人が話しています女の人は1日に 何回薬を飲みますかこの薬は朝と夜、ご飯を食べた後で飲んでください。昼ご飯の後は昼は飲まないでください。はい。四日間飲んでくださいね。わかりました。女の人は一日に、 何回薬を飲みますか。3番デパートで女の人と店の人が話しています。店の人はどのカバンを取りますか。 すみません。その上の黒いカバンを取ってください。どちらですかこの小さいのですかいいえ、大きいのです。はい。店の人はどのカバンを取りますか 4番。教室で先生が話しています。学生は机の上に何を置きますか今からテストをします。このテストでは辞書を使う問題がありますから、机の上に辞書を出してください。鉛筆と消しゴムも出してください。 時計はカバンの中に入れてください。先生、ノートはどうしますかノートもカバンの中に入れてください。学生は机の上に何を置きますか 5番バスの中で旅行会社の人が学生に話しています。学生は初めに何をしますか皆さん、ホテルに着きました。今から1階のレストランで晩ご飯を食べます。晩ご飯は7時からです。今、 6時50分ですからすぐに行ってください。皆さんの荷物はホテルの人が部屋に持って行きます。晩ご飯の後はテレビを見たり買い物をしたりしてください。学生ははじめに何をしますか 6番男の人と女の人が話しています男の人は何を持っていきますか来週の日曜日海へ行きますね何を持っていきましょうか私はおにぎりを持っていきますじゃあ僕は飲み物とお菓子をお願いします はい。飲み物とお菓子ですねあ飲み物は重いですね海に着いてから買いましょうそうですね男の人は何を持っていきますか 7番バス停で女の人とバス会社の人が話しています女の人は何番のバスに乗りますかすみません1番のバスは緑駅に行きますかいいえ緑駅に行くバスは3番と5番と7番ですよ そうですか。あでも今日は日曜日ですから5番のバスはありません。そうですか。それから3番は朝と夕方のバスですから今の時間は7番ですね。わかりました。ありがとうございます。 女の人は、何番のバスに乗りますか問題2問題2では、はじめに 質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 例男の人と女の人が話しています男の人は昨日どこへ行きましたか男の人です山田さん昨日どこかへ行きましたか図書館へ行きました駅のそばの図書館ですかはい僕は山川デパートへ行って買い物をしました 私も昨日の夜山川デパートのレストランへ行きましたよ。そうですか。男の人は昨日どこへ行きましたか一番いいものは3番です。回答用紙の問題2の 例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。1> 大学で、 男の学生と女の学生が話しています。女の学生は今日何時間勉強しますか？山田さんはいつも何時間ぐらい勉強します。か？うん、毎日3時間ぐらいですえ。私は毎日1時間です。あ。 でも明日はテストがありますから今日は4時間勉強しますそうですか「女の学生は今日何時間勉強しますか?」。 2番 2> 男の人と女の人が話しています女の人の電話番号は何番ですかあの山田さんの電話番号は512の7734ですねいいえ7734じゃなくて 七七四三です。え、ちょっと待ってください。メモします。五一二の七七四三です。はい、ありがとうございました。女の人の電話番号は何番ですか？ 3番女の学生と男の学生が話しています男の学生は誰と住んでいますか山田さんはお父さんとお母さんと一緒に住んでいますかい,いえ両親は遠くに住んでいますそうですか今姉と一緒に住んでいます 兄弟は一人ですかあ、弟もいますよ。弟は両親と一緒です。男の学生は誰と住んでいますか 4番、学校で男の学生と女の学生が話しています「2人はどこで昼ごはんを食べますか?」もう一時ですね。何かか食べませんかそうですねでも今日は土曜日だから学校の食堂や喫茶店は休みですよ。じゃあ パン屋でパンを買って、教室で食べましょうか。そうですね。二人はどこで昼ご飯を食べますか。 5番教室で先生が学生に話しています。学生はいじゃあちょっと聞いてください。えー、来月のバス旅行に行きたい人はこの紙にボールペンで名前を書いてください。 鉛筆じゃなくてボールペンですよ黒で書いてください赤で書かないでくださいね学生は何で名前を書きますか 6番女の学生と男の学生が話しています2人は明日どこで会いますか明日の夜一緒にサッカーを見に行きませんかいいですねどこで会いましょうか5時に駅で会いませんか駅は人が多いですよ そうですね。じゃあ、駅の前の喫茶店はどうですかはい、そうしましょう。あ、サッカーを見てから、近くのレストランで晩ご飯を食べませんかええ。じゃあ、明日5時に会いましょう。二人は明日、 どこで会いますか問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください 矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例レストランで お店の人を呼びます。何と言いますか ?1、1> いらっしゃいませ。2>, 2、失礼しました。3、すみません。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください。一番いいものは三番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。一番。ご飯を食べました。 何と言いますか ?1、1> ごちそうさまでした。2>, 2、いただきます。3、どういたしまして。2>, 2番。 電車の中です。女の人が来ました。何と言いますか ?1、どうもありがとう。2、はじめまして。3、ここ、どうぞ。 3番、うちへ帰ります。友達に何と言いますか ?1、行ってきます。2、2> じゃあ、また。3、ただいま。 4番、郵便局で切手を買います。何と言いますか ?1、1> 切手を買いませんか 2>, ?2、切手をどうぞ。3、切手をください。 5番、友達は鉛筆がありません。友達に何と言いますか ?1、1> 鉛筆借りましょうか 2>, ?2、鉛筆使いますか ?3、鉛筆貸してください。 問題4問題4は絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 例、お国はどちらですか 1>, ?1、あちらです。2、2> アメリカです。3、部屋です。一番いいものは2番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。 一番いいものは二番ですから答えはこのように書きます。では始めます一番今日は何日ですか一。三日です 二。三週間です。三。三時です。二番。すみません。図書館はどこですか。一。あそこです。二。 6時までです。3本を借ります。3番明日何時に学校に来ますか ?1 バスで来ます。2 9時半です。3、6人です。4番、田中さん、その荷物を持ちましょうか ?1、どういたしまして。2、 持ちませんでした。3、ありがとうございます。5番、ちょっと休みませんか ?1、1> 日曜日です。2>, 2、お元気ですか 3そうしましょう6番それは何の本ですか1料理の本ですに私の本です はいそうですこれで懲戒試験を終わります